立憲民主党蓮舫にブーメラン、大津園児死亡事故で、先日、立憲民主党の蓮舫さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。大津園児死亡事故におけるマスコミの対応について、確かに散歩の前の園児の様子を聞く質問はあの場で聞くものなのだろうかと思いましたと、マスコミの対応を批判されてるんですが、まあ確かにですね、この 保育園の事故に関する記者会見、記者の質問がいじめのようになってしまっており、必要な質問でも聞き方があるんじゃないかと私も思いながら見ていたんですが、こちら、この件をですね、蓮舫さんがとやかく言える立場にはないと思います。蓮舫さんら立憲民主党などのおかしな野党は国会にて同じように、 安倍首相などをですね、いじめ倒しておりますので、綿翁さん、今回の一件がおかしいと思うのであれば、まずはご自身の言動を見直していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。